はい、ということでじゃあこちらの試合をですね、じゃあ彼ら一等編にちょっとためやってもらいましょう。はい、さあじゃあ準備がよろしければ私がゴーサインを出すけどもよろしいかな。大丈夫そうですね。はい、じゃあ行きましょう。それではメタルギアオンラインエキシビジョンマッチ in 東京ゲームショー2015バトルスタート。さあ、それでは出撃をしていただきたいと思います。敵を殺害または武闘回収せよ。これ今気づかれた方いますかね。実は戦闘がスタートした時の曲もちゃんとメタルギア1の音になってました。そうだった、やらないってなってた。頑張ってゴーゴーっていう、なんかちょっと見てくれ、これさっきの私のアバターだ。あれ本当だ。待って待って、その隣に私のアバターもいますよ。センタロウさんと秋野さんが早速バディになりましたね。バディに。これちなみにバディというのは今なんか敬礼したらバディってなったけども、はい、そうですね、今回はですね敬礼をお互いし合うとですね、ツーマンセルのバディを組むことができます。でバディを組むとですね、さまざまな恩恵がありますので、それらについてはゲームで皆さんに見ていただきながら説明していきたいと思います。はい、わかりました。まあ、スタート位置はまずは HQ テンテからスタート。おっとスタングレネードで早速いきなりガンガンスモークやスタンが飛んできてますね。ではちょっとじゃあ秋野さんの画面に切り替えてみましょうか。はい、わかりました。おっと、秋野さんはこれまたすごい良かったですね。だいぶセクシーな服を。これでもあのケイちゃん実際プライベートでもサバゲーとかやるけど、こういう格好でやってるんですか。いや、さすがにもうちょっと作りますね。今ですね、はい、秋野さんは実はこれは、はい、重装クラスを使っています。じゃあ攻撃力の高い。ああ、やられてしまいました。すごい、やられてしまいました。これはすごい。あの、何ですか、あれは、D ウォーカーでなくウォーカーギアという。そうですね、ウォーカーギア、はい。本編ではですね、あの先ほどあのステージでもありましたが、はい、D ウォーカーというタイプで、バディとして様々なことをこう援護してくれますが、はい、まあ、こちらはですね、まあ、敵のものも乗っ取れたりしますので、はい、普通のいわゆるウォーカーギアとして、あのマシンガンを撃ったりハンドガンを撃ったり、そういうことが基本的なことができますね。なんかこれ正面から攻撃受けてもほとんど効かないですよね。そうですね、正面からですと頭のところもシールドに守られてますので、はいはいはい、まあ、シールドを実は破壊できるんですけれども、まあ、ただちょっと時間かかりますので、基本的には後ろから攻めていくのがウォーカーギアの対策としては一番いいですね。じゃあちょっと敵側の画面に切り替えたいと思います。ブラボーチキン、お一人やられた。今センタロウさん倒されたところですね。これ僕ですか。おっと敵が今バディがいきなり湧いてきました。あ、やばい、大変なことだと思ってた。蹴りまくってますよこれ。さすがにこの人数だともう本当にいかなかったですね。そうですね、8対8。今ですね、やっぱり必殺勝武器は火力が弱いので、はいはい、やっぱり多人数相手では非常に難しいですね。確かに。ただですね、フルトン回収するためにはやはり気絶もしくは睡眠状態にしないといけないわけですよ、はいはいはい、なのでこの必殺勝をいかにこうサポートするか、それが重要ですね。じゃあやはりチームの中でも役割を決めて、はい、自分は攻撃する、自分はフルトンするとか、そういう風に作戦を立てていくのがいいと。そうですね、はい、さあ今目の前にいますね、敵が、はいはいはい、ただ撃たれてしまいました。あ、撃たれた。じゃあちょっと切り替えます、はい、さあこちらのクラスは、これは偵察クラスかな。すごい今あの賞金首ポイントが非常に溜まってる状態なんですか。非常に高いですね。ポイント溜まってますね、はい、賞金首ポイントはですね、左上レーダー、まあ、マップが出てると思うんですが、はい、そちらのタイマー残り1分49秒と書かれている、はい、そこの右隣にドクロマークプラス8と書かれたと思います、はいはい、その8ポイントがこのプレイヤーにかかっている賞金首ポイントになります。では万が一このプレイヤーがフルトン回収されると、この賞金首ポイントは相手チームに行ってしまうと。そうですね、相手に取られてしまいます。あ、今10になりましたね。かなり貯めてる方だと思いますけど。さあ今諜報班から連絡がありました。はいはい、現在ブラボー2のまさにこの映っているプレイヤーが今非常にポイントが高い。あ、やはり、はい、ので、このプレイヤーが開始されると一気に逆転される、非常に危険な状態ですね。プラス11ポイントになりましたね。おっと今センタロウさんが、おお、これはやばいですよ。あ、これはさあ回収されるか、下げてる最中、これがもし回収されると、回収されると今13対15なのが、あっと、回収されてしまいました。回収されてしまった。おっと一気に11対26とより離れてしまいました。これはピンチですね。じゃあセンタロウさんの画面に移します。はい、はい、あ、スネークぶん殴られて、ぶん殴られてましたよ私。変わった瞬間にスネークに殴られるという、なんでしょうね、なんかアバターが似てるせいか自分が痛い気持ちになってきました。これこそファントムペインですかね。そうですね、はい。さあ今、あ、今度は逆に
自分のバディが連れ去られたことで、はい、チケット回収されてちょっと追いつかれましたね。あ、これは大変ですね。これは左上 の, あのチケット数見ていただくとですね、はい、フルトン回収でポイントが増えた時にチケットがこうピロッと増える演出が出ます、はいはいはい、なので先ほどちょっといきなりプラス9とかそういう形でですね、はい、一気に変動するときには左上に画面を見ていただくと変動数が出ますのでぜひご覧ください、はい、あ、今敵がですね、はい、フルトン回収しようとしてたのをちょっと助けるの失敗して7本追いついてしまいました。残り2秒ですが、あ、さすがに、あ、ギリギリ、あ、いい試合でしたね、はい、なかなかの。というわけで22対21で、はい、今回はアルファチームの勝利と。そうですね、すごい最後の最後で接戦になりましたね。こんな接戦になるんですね。はい、はい、ということで、うん、ラウンド2に入ります。さあ、はい、ラウンド2、はい、今のがラウンド1でしたので、はい、じゃあ今度は、あ、でもまあルール的には同じですからね。はい、そうです、はい、ただ場所が入れ替わります。スタートする場所が。ちなみにスタート地点にこのウォーカーギアはすでにあるんですかね。そうです、スタート地点の付近にウォーカーギアが置かれてますので。はい、今左にありますね。はい、センタロ軍曹は完全にスルーして、はい、ではちょっと他の画面に切り替えます。はい、さあ、こちらは機動力がありそうに見えますね。そうですね、こちら潜入クラスですね。あ、やはりだから足が速いクラスですね。やっぱり装備で足の速さとかも関係してくると。ですね、装備は実は今回格好は、まあ、おしゃれはどんなおしゃれをしていても、はい、あのスピードとか、はい、防御力とかに変化はありません。はい、あ、新規生捕まってしまった。おっと、オセロかなり今回ですね、特殊な能力を持ってます。へ、オセロットは、そのままでしたね。はい、オセロットはですね、はい、特殊な武器として二丁拳銃を持ってます、はい、はいはいはい。あ、でもオセロット気絶しちゃって、そんなオセロットもやはりやはりやられるときはやられるという、ね、そうですね、はいはい、オセロットの二丁拳銃はですね、はい、壁に長弾させて敵に当てることができます、はい、え、じゃあある程度敵の方向いてなくても当てられちゃうということですか。そうですね、マーキングしている敵に勝手にホーミングしますので、うわ、非常に強力ですね。それ強すぎるな。まあそういう形でですね、オセロットとかスネーク、ユニークキャラクターにはですね、特殊な武器とか能力を持たせていますので、はい、さあここで今ウォーカーギアに乗ったのは、はい、こちらはあれですね、ブラボー2、先ほど非常に強くて、はい、さっき最後に回収されてしまって、あ、じゃあもうね、さっきの恨みを晴らすかのごとく、ね、もうすごいことになってますね。今でもやはり接戦ですね、31対27ですので。ただやはりこのウォーカーギアは後ろから攻撃されるのには非常に弱そうですね。弱いです。でさらにですね、後ろからですと、はいはい、ファントムペイン本編でもう、あの CQC で掴むことができるんですけれども、はいはいはい、それとは違ってメタルギアオンラインではさらに乗っ取りが可能です。あ、乗っ取る、はい、わ、あっと、今ウォーカーギア同士の戦い、うん、そして倒されてしまいました。今のはですね、対空機関砲で倒されましたね、はい、この米軍基地にはあの前作グラウンドゼロでも あったと思いますが、はい、その機関砲、そういうのも置かれてますので、いわゆる設置武器のやつですね。あ、ステルス迷彩が来ました。おお、え、誰、あ、でもステルス迷彩が倒されちゃいました。あ、でも今回収されましたね。あ、でもここは屋根あるところだから安全ですね。幸いにもやはり屋根あるところだとフルトンはできないと。はい、そうですね、最終手段として逃げ込むのは屋根のある場所っていうところも一つの手かもしれないですね。はい、じゃあちょっとセンタロ軍曹を見てみましょう。あ、どうでしょう、私は。さあ、センタロ軍曹は麻酔銃持ってますね、うんうん、でですね、今回武器にはですね、はい、重量があります。はいはい、重い武器を持つともちろん火力が高いんですけれども、うん、ただ移動速度が遅くなります。じゃあ服装ではなく武器の総合的な重さで移動速度が変わってくると、はい、ですので、例えばすごく気があの軽い武器だけ持って火力は低いけれども移動速度を稼ぐっていうこともできますので、はい、そこはもう皆さんがこう自由に編集してロードアウトを編集して調整するという形になります。武器のブレとかも変わってくるんですかね。さあ、今また情報班から情報がありました。なんだ、現在有利なのはアルファ2の人が今一番強いそうですので、じゃあアルファ2の人にちょっとカメラ切り替えたいと思います、はい、アルファ2。さあ、アルファ2の人、アルファ、あ、これですよ、脇野さんですね、アルファ2ですから。はい、あれ、でもアルファ2の人、あ、今回収されちゃった後ですかね、これもしかしたら。なるほど。
今残念ながらチケットはもう相手に行ってしまったと。そうですね、おそらくね、はい、だから逆転されてますね、これ。そうですね、今15対20になりましたね。あ、一つだけ非常に注意しなきゃいけない点はですね、必ず自分は青チームっていうところですね。そういうことですね、はい、敵は赤チームですので、はい、アルファチームで、赤に見えるのはブラボーチームですね、はい、ブラボーチームの画面ではアルファチーム赤く見えますので、はい、そこだけそこちょっと入れ替わるということで、はい、入れ替わります。画面上ではご注意ください。そうか、昔のだと赤チーム青チーム自体が変わったりしましたけど、はい、今回は必ず自分が青と。はいはい、ですので赤いマーキングがついた敵もしくは、はい、マーキングがついてない何にもついてない人が、あー、秋山さんがやばいですね、助けて助けてと叫んでも、あー、回収されてしまいました。なんかフルトンされる時でもちょっとセクシーですね。あのもう着てる装備が装備、ね、が装備だから。じゃあもう一回センタロ軍曹に戻しましょう、はい、あ、私は今どうでしょうか、はい、ぶっ倒されたー。はい、ちょっとね、瞬間私になった瞬間にやられるってどうなんですか。さっきはスネークに倒されてましたしね、はい、さあ残り5対19ですので、これは完全にブラボーチームですかね、はい、さあ、うわー、またやられて、はい、はい、というところで、はい、ちょっと私が所属するチームは残念ながらやられてしまって、はい、今回の勝利はアルファチームと、あ、ブラボーチームですね、勝利は、はい、ブラボーチームが勝利と、はい、ということで1勝1敗、1勝1敗、スコア勝負、スコアは、お、あー、これはブラボーチームですかね、ブラボーと、おめでとうございます、はい、ブラボーチームの一等兵、おめでとうございます、見事勝利となりましたが、かなりの接戦でした。